どうもーおしょーい、今日はね、おいバーでね、勢いある後輩たちを僕が連れてきたんで、えたらタイトルゴールの方、いきますか、いきましょう、いきますか、大将セリスマのベッタリーキングきたよ、はいはいはい、きたよ、きたよ、まあ言うたらね、もうそろそろ定着してきたんじゃないかなという僕もね、ちょっとね、言うたらちょっと乾杯の方ね、行きましょうか、言うたら最初にやりますか、行きますか、とりあえず、一杯目、お疲れーす、ビールでやっちゃうからね、淡麗だから淡麗、まあまあうまいですね、まあ言うたらね、ジンくんね、前回の放送でやっぱりね、来てほしいっていうから、まあ呼びました、来ました、それからね、彼のね、言うたら自己紹介の方ちょっとね、自己紹介、ね、ジョー君の方からね、はい、ジョー宮田です、25歳です、好きなタイプもね、ちょっとね、大型です、好きなタイプはやっぱり一緒にいて明るい子かなですね、はい、真面目でよいしょ、真面目、真面目、真面目か、真面目、気合入ったい、なんだこのメンツ、もう真面目なに、なに面白いっしょ、このメンツ結構やばいメンツだね、ここからか伸びるかどっちかの回だから、これまあ言うたらね、こちらの須田くんの方からね、ちょっとはい、いいですか、須田清原です、お、顔小さく見えるそうだね、最近、寝る前に考えることは世界平和とこの国の行く末、おしゃー、須田清原くんね、須田清原、じゃあ、仁くんの方ね、ちょっと言うたら、仁です、身長182、体重88キロです、ちょっとデブ、好きなタイプは、好きなタイプ、白肌ですね、白肌、はい、好きなタイプは、好きなタイプはやっぱ気使わない子ですかね、まあみんなね、まあ一緒に楽な人ね、楽な人、ナンバー誰ですかっつって、ナンバーはね言うたらまあこの辺、もうこの辺ナンバーっすね、みんな僕以外、ちょっとね、いろりくんみたいな感じ、いろりくんじゃないですよ、誰が売れてんのってね、みんな売れてるよ、みんな売れてるけどね、言えたら、やっぱりしゃがれ声っつって、まだまたいよ、翼翼さんね、ちょっとね体調がね、体調というかちょっと身内に不幸があり、ちょっとねいかなかったんだけど、めっちゃリアルっすね、今日ナンバーワンちょっといないんだけど、まあ言うたらこのねメンツでね、いきましょう、ちょっと左からジョーで楓で、ジン、スザクね、ボードギャストのスザクとか言ってね、そうです、この中で一番っつってね、言うたらまあ今日ねジンとかもねやっぱね来てくれたから、やっぱみんなねちょっとね質問とかコメントとかねなんかいろいろある、そうですね、なんか欲しいですね、ジョーも出たい出たいって言ったから、やっぱちょっとね、そうだね、こいつ意味だね、こいつ可愛いもんでニコチューばっか見てるから、ニコチューいつも見てますね、ジョジョーとか言って、この中で誰が売れてんの、まあ言うたらね、一番はやっぱり高橋さん、まあ言うたらオッケーっつってね、すげえ、それはそうです、ナンバー出してよっつってね、この中のナンバー出すの、まあ言ったら全然みんなね、みんなパールはね、みんな売れてるからね、みんな気になっちゃうんですね、じゃあ面白いことして、来たよ、じゃあ早速ちょっとしてください、あれお前滑るの話ができんの、藤原達也のことまで、出た、はい、さあさあ、お願いします、僕はガイ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 それはあるわ、はい、ちょっと怖い、見えるから乳首浮いてるんだよね、ちょっとね、言うたら、ちょっとこう T シャツポコってなってね、みんなね、あれだよ、同業と陣がね、前回の放送で、ね、同率だったの、言うたら、あ、マジっすか、はい、超嬉しい、すげえ人気だね、グイグイなしで、グイグイなしでできる、はい、ちゃんとです、おいまた今日は自分の、なんでこれ、お前、分かってるぞ、お前、書いてるやつ分かってる、書いてる、書いてる、分かってる、はいはいはい
政治よね。わだわだわだ。税の話しかしないからね。まあね。はい。歩く生殖器だからまだ。それがまあいいとこですね。いいとこ。歩く生殖器。歩く野生爆弾。まあ、そのかけまして、まあ、このメンツでかけましてなんかね。きついが。ちょっと難しいだろ。でもすごいメンツだよ。まあ俺がまあ面白いことばっかり言っちゃって終わっちゃうパターン、ね。そうですね。みんながちょっと。でも MC 変えですから。それでいいんですよ。ゲイっぽい。まあ正直これ俺ゲイっぽい。もう結構全部もう1年以上一緒にいる中ですからね。このメンツこのみんな俺の後輩なんだけど、はい、めっちゃ仲いいんだよね。みんないつもご飯食べて。はそうですね。仲いいな。一番なんか4人でね。清春は何ができるの？清春さん何できる？いろいろできるよ俺は。いろいろありますね。何見たの？いろいろゲイゲイよし。誰だよ！先週言ってたやついるの？やるの？先週言ってたやつってなんだっけ？あ電話電話。あ、やるやるやる。あのねちょっと時間がねあのまあ言うたらねまあちょっとコメント数とあとその入場者数であの多くなったらちょっとやっとこうかなみたいな。あいいっすね。500とかねまあ区切りでまあ500いったらやろうかなみたいな、うんうん、そういうのやろうかなって。やりましょう。やりましょう。行きましょう。そんなの電話して。言うたらさ、みんな宝くじ買った宝くじ。宝くじ。次女は芸に好かれそう。宝くじ買った人いる？俺宝くじでさ、20万当てたことあるんだよ。マジっすか？マジっすか？スクラッチで。すごっ。スクラッチで。スクラッチで普通当たっても何百円ですよね。え？スクラッチって当たっても何百円ですか？何百円なんですけど。やばい。これ何に使ったんですか？1等20万で。何使ったんですか？言ったら、速攻銀行行って、あのその時昼の仕事やってて、速攻銀行行って、あの車乗ってたんだけど、車も興奮しちゃって、もうビタ止めしたの、前に。それはなんかね、お金もらえるじゃん。銀行でしかもらえないから。はい、グイグイって言ってね。で、もらって、言ったら、あのまあ前、中金切られてて、あ、それでいくらかマイナスになったっていう、まあ、3万ぐらい取られてね、グイグイだな、そんな20万、そんな20万、政治上、政治上、ドイツ犯人だな、政治上かって、なんかこう草が生えてくる、草が生えてくる、まあ、言ったらね、企画をね、ちょっとね、ブログに書いてたね。そうそう、ブログに書いてた、そのやつ。あ、さっき宝くじですか。ちょっと本当に電話来ないと、今日マジ企画だもんね。女の子にね、あの初めて謝った、その おばちゃんなんだけど、あの婦人警官、謝った。あ、いいっす。企画は今日はどうするの？またもったいない。もったいないね。もったいない。そう、おばあちゃんにね、あの劣化するかしないか。あ、ニックネームいきますか、ちょっと。あ、そうだね。ニックネーム行こうか。決めましょう。誰かね、ニックネームちょっとね、あの、スザックからと思って、みんなね、みんな決めてくれたらいいですね。言うたら、ニックネーム、決めてください。毎回ちょっと斬新だからね、あの、ニックネームが。この前の、なんだっけ、京介さんの、京介 D ピカル。京介 D ピカルはね、毎週その名前出てるよね、言うたら。超面白い。今日出ますか、魚人とかね。魚人。すごいよね、結構ね。ちょっと幹部だね。海人野生とかね。社長すごいな、人気者だな。なんだよ俺なんでゲイなんだよ俺なんでゲイになっちゃったんだよ D の名を持つホスト俺かっこいいな、すごいじゃん、そうだね、聞かない考えよう。あのその電話のねやつはねちょっとね後でやるから、まあちょっとスカイプみんなつながってほしいんだよね、ちょっとね、あ、電話できるから、うん、メンタルクリニック、この中でね今決めとく、誰と電話したいかっていう最初に決めておいておけばね、スムーズに、あんまり4人できるからでも4人で話せるのかな、言うたら、確かに、電話してよ。ジンのニックネーム受付。いいね、うん、ジンなんて呼ばれるの？俺なんか人しい。それ本名だ。本名よ本名。聞こえないように。全国ネットだよ全国ネットだよ。大丈夫？ニックネーム。うん、ニックネーム？書いてます。次回お腹かっこいいからね。寝てたよ。なんすかね。今存在なかったですよ。存在。ここ半分なかったよ。ああパール的大喜利ね、うん、大喜利は今回ねちょっと残しとこうかなっつってね、あ、これなんかメンタルクリニックっていうあれが出てるわ、え、前出てなかったんすげえ、あ、分かんない、出てる、じゃあこれ顔やるとこかぶるんすね、あ、かぶるんだと思って、こういうことね、それあんまり、お、超イケメンと関わってるやっぱり、よいしょ、ジョーはイケメンだよ、言ったらね、すごいよね、パールで1位に笑そうぐらいかっこいい、1位っすね、1位です、1位です、いや、さつきさんには勝てない、そうっすね、いやでも、ほんと、結構ほんみんなかっこいいっすよね、なんかお前チーズてるもん、はは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 それ残し、それ負け、あと2個目ね、ジンデブやめない、スカイプあれ出てるからね、コメント見てくれればわかるけど ID が載ってるからね、スカイプの ID が、うん、ジンイコールデブとかね、そう、すごい方程式ですね、そうね、前やってたんだけどね、パールのイケメングランプリ、みんなパール知ってるのかな、でもイケメン多いっすよ、あ、言うたらね、だからパール来てくれてる人が、ウィニーダップ、本当多いと思いますよ、だからかけて客観的に見てもいい、できるかな、おぎる、できるかい、
できる、いや、やってもいいんすけど結構滑るからね。大喜利だって、大喜利だって、大喜利って大喜利ってボケるんだよ、お題に対して。ジョーカー、あいいよ大喜利。新人どうなろう、新人ね、新人会とかどうすか。いや、新人はもうめっちゃありましたからね。楓さんから見て新人どうすか、それちょっと聞きたいですね。あー、そっか、でも新人いっぱい入ってきたじゃん。そうですね、すげえいいやつ、つうかなんか、うちなんか癖悪いやついなくて。確かになんかさ、店でね、よくね、なんかね、盗みとかあるんだけど、結構ぶっ込むんだけど、ないんだよね、そういうのが。そうっすね、新人はね、すごい好き。あのね、誰だろう、ユーマとかね。あ、いいっすね、ユーマ、ユーマとか、リョーマとか、リョーマもすごい。リョーマ、ユキト、ユキトいいね。ジン好きとか、嬉しいな。まあ言うたらね、みんな先輩だからね。ナンバー陣いるよ、一応ナンバー陣一応いるけどね。ちょっとね、まあこんなんで言うたら吹き飛ばせぐらいだな。そうっすね、そうっすね。売上なんか関係ねえから。だとかよ、ほらとか言って。売上なんか関係ねえよ、お前。関係あるよな。面白ければ、面白ければいいんだよ。わぁ、すごい。そう、間違いない。ちょ、マナーモードしてですか、一回今ちょっと。ビュン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 。一回マナーモードしてます。今日土曜日だけど、みんな何して過ごすのかな。土曜日聞きたい、聞きたい、何して過ごすの。土曜日、幹部はっつってね。あ、ジンね、今回幹部補佐に幹部補佐になりました。よいしょ、えぇ幹部補佐、ガイ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 。まあ言ったらね、オタクいるよねっつってね。オタクって何かしら。オタクは多分ユキトあたりですかね。あ、ユキト、ユキト、レンレン、レンレン、あの辺オタクっすね。2人3人います、あれオタクっすね。で、その先輩のカオルさんがね、どこ見て行ったんだよ。カメラ、ジン、ジン、パツパツってちょっと汗かいて。カメラからでも見えんだね、パツパツなのね。そうだね、ユータね、本当にパツパツだね、こうやってやばいですね。デブとか、デブとか、部活じゃねえ、部活じゃねえ。でも最近デブモテるじゃん。そうね、意外に。え、みんな飲んでる言うたら、飲んでます。お前じゃなくて、あ、みんな、なんでお前のこと気にかけてたんだよ。お前隣にいるよ。しかもそんなちょっと飲んでないですね、そんな。飲んでない、全然飲んでない。みんな飲んでない、みんなデブリってね。あだ名デブリ。おい、でもね、ホステルと太ります。あだ名つけてほしいっすね。でもあだ名か、本当に太る。ジョーとか何、どんな。ジョーはだから筋肉呼ばれるの、お前。僕っすか。ゲイ、ゲイ、まだゲイだよ。筋肉ゲイやろ。大体送りもらえるからね。スカイツリー、スカイツリー、スカイツリーは。ジョッタンスティック。身内ネタだから。ピコモみたいな顔してるけどね。まあそうなんですね。恐竜っぽいですね。恐竜っぽい。なんか結構ね、あだ名なんかつけにくいよね、喋っていかないとね。そうですね。言うても。スカイプとかね、ちょっとね、やってもいいかなと思うけどね、全然ね。スナックデブじゃないよね。俺デブっす、最近。これスカイプだって言えば、リスナー見てる人からの。そう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 、喋ってくれる感じがね。今日はグイグイ行かないねっつって。なんかグイグイはね、テキーラ作れますか。下手こいったらグイグイしますよね、テキーラ。誰かかけてみて、いけるかな。かけてみて、そう、かけて、かけて。じゃあ俺がかけようか。じゃあ行きましょう。あ、かけてください。じゃあお題を言うわ。はい、お題。パール的謎かけ。始まった。謎かけいきますよ。結局始まった。じゃあお題、お題いきますよ。じゃあリスナーで。リスナーで。リスナー、リスナーとかけまして。いや苦手だな俺、謎かけ。謎かけで結構滑るからね、これで言えたら。うまいこと言っても、あーってしかならないもんね。実際面白いことじゃないと。リスナーでいけるかな。はい、イケメンは誰だっつってね。お題はパール的っつって。テキーラ祭りやめようよ、だから言うたら。パール的テキーラ祭りって勘弁してください、マジで。全然かかった。俺はやめた方がいいね。言うたらね、結構滑る。リスナーとかけまして。え、リスナーって向こうの視聴者の。そうそうそう。リスナーとか、じゃあ俺が見本見せようかな。お願いします。お願いします。解散でも大体かかってないでしょ。テキーラ大丈夫ですか。リアル、リアル。言うたらね。大丈夫ですか。リスナー、リスナーね。リスナーとかけまして。はい。ファンとかけます。ファン。その心は、その心は、僕は大事にするよ。ゲイ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 よしこい、ゲイ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 よしこいつって。そうですね。そう。そう、いつもかかってない。そう。でも、いい日本だった。会社いいよって。俺は一人でもいいよって言って。おい、寝てんじゃねえお前。謎かけ。おい、みんな寝ちゃった。みんな寝ちゃってるよ、お前。かかってない。おい、すごいすごい。罵倒がすごいんだよね。
これなんかね、ここずっとばかりに俺の時はね、罵倒がすごい、マジで。みんな寝ちゃってますよ、もう寝んじゃねえよ、お前、おい言えたらね、もうみんなすごいんだから、俺に対してのね、あの扱いが。罵倒だよ、もう。イオリに電話コーナーとか、イオリさんに電話したかったら面白いね。確かに。確かに。確かに。まあこんな感じでね。そうですね。俺いつも落としてるから、はいはいはい、ちょっと、まあ上がりやすいかなってね。はい、うん。じゃあ謎かけ思いつき次第言ってきます。そうですね、じゃあ思いついたら右手聞かせる。思いついたら、はいって言ってくるんで。質問とか欲しいですね。振り、うん、新人出してやつね。新人ですね。新人ってのはみんな結構あれなんか見てくれてるのかな。確かにみんな結構興味持ってくれてるんですかね。ね、すごいよね、嬉しいよね、やっぱね、はい、でもそのうち出ますね。今日もね、さっきと出そうと思ったんだけど、さっきとね、ちょっとね、まあ出れなくて、はい、人数的にね、ちょっと狭くなっちゃうからね。イオリンかけてね、イオリさんすごいな、言うても。イオリさん人気だな。感想言っただけでも間違いないね。ライヤライヤさん、授業に電話してみよう。パールで一番好きな先輩は今日、あれだね、はい、今日めっちゃ静かじゃないですか、ジョーさん。なんで全然一番いない、勢い。ジョーに質問、はい、パールで一番尊敬してる先輩は。あ、そうですか。僕は、うん、従業員で足見ようよとかってね、ここにいるわけじゃないですけど、カエレさんと代表です。それ最近、ちょっとナチさん、ちょっと、いや、もうナチさん見てますか。見てますか。ナチさん、シーナーね、エラギョ見てますか。え、じゃあチンは、チン、俺はやっぱまあなんかチン顔触りすぎて、まだ緊張して、みんな緊張してんだね。かゆい、緊張するってこれ、マジでえらチンは、俺なんかそんな、もう自分が本当の結構クソ野郎なんで、うん、みんなもう優れてるんで、そんな尊敬とかないですけど、えら魚人ふざけんなおい。いや、なんかあったらまあ、伊予さん代表とかですかね。だよね、やっぱり、やっぱ言ったらそうだね。ジン君マジで80キロあるの？そうですね、80、まあ、後半中盤ぐらいあります。88って言ったらあったけど、はい、ちょっと盛りました。あ、また先輩にこびる子。何のくくりですかって。いや、でも先輩をこびる芸人ですって言って。でもね、本当にすごい人たちなんです。翼さんとかよりさん、社長、そうですね、みんな人間的に、うん、お前つまんない、なんかないの。ジンうまいな、ありがとう。俺なんかね、こういう別になんかこびる会じゃなくて、もっと来てほしいですよね。もっとなんか、そうですね、いないけど、もうちょっと見てるぐらいに勢いでぶっこんどしね。ちょっとめっちゃ、ちょっとテンション上げません、ちょっととか言ってね。何言ってんの。言っちゃうの。何だろう、お前、酒。いや、俺なんかもう、今日酔っ払います。じゃあ、ちょっとテキーラ乾杯しますか、じゃあ。マジで、飲めろうぜ。あ、飲もう。乾杯。シンク緊張してます。乾杯。いただきまーす。うわぁ、今日もね、レモン欲しいですね、レモン。何十度なの、これは。デコマジンはって。意外に緊張してます。守ろうぜ、守ろう。完全に言葉言われてるよ。守ろうぜ。うん。守ろう。うん。まあ言ったらね。守ろう。まあ、今回も結構パールみんな出してんだけど、誰、どこの回がね、ちょっと今ここで盛り上げないとね、俺らもね。そうですね、ちょっと。ちょっとお前、ちょっとすげえ調子悪くない？はい、いやいや。てかなんかこいつすげえ澄ましてんだよね。めっちゃ静か。カメラ、ね、カメラでなんかこれ上、かっこつけてさ。いや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 。緊張します、緊張します。あ、緊張するんだね。うん、ジョー飲むとどうしようもない感じだって。あ、うん、いや、それは間違いない。ERA かましてあ、ELA かサツキね。みんなね、みんな知ってんだね、ファールね、言うても、うん、嬉しいな。このリスナーの中で、はいはいはい、ファールに通ってる人って結構いるんですかね。まあそんな言うたらね、埼玉全国ですもんね、これ。先やばいからやばい。今度ちゃんと聞かせてみようよ。まあ言ったらね、ちょっとスカイプの回ちょっと一回やりたいんだよね。いや、これはスカイプの回ですね。埼玉ね、埼玉いいよ。スカイプがね、ちょっとどれだけちょっと反響できるのかってね、喋れたらいいってね、やっぱり、ね、間違いない。うん、もう言ったらね、俺ね、ずっと今連続出てんだけど、はい、なんかメンタル的なことをなんかね、そうそう、喋ってないですね。でもメンタルクリニック、誰もなんか病んでないよみたいな感じで、ね、メンタルクリニックですか。スカイプ恥ずかしいからね、とかって卓ではあれ。なになに、何されてんだぞお前。その通り。イエーイ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 って襟長くね、これ。襟長いよね、俺の。確かに襟長い。ほらやばいね、小地蔵さん。小地蔵さん今日いないね。みんな見てくれんだね、やっぱね、言うたらね。まあ政治上しかないの。いやめっちゃ静かですね、今日ジョーさん。今日静かだよね、エンジンかかってない。でもそれはやっぱりリクエスト多いんで、ちょっとジョーの政治上ちょっと、エリエリ、うん、ちょっと言ってみようよ、俺の政治上。政治上、政治上、うん、ちょっと言ってみようよ。もう俺からでいいですか。じゃあみんなで、じゃあみんなで言おう。みんなの政治上ね、うん、どうですかね。韓国から見るな、すごいね。
ブラックバスヤンキーだよ。あのサイレがかっこいいからアヌマリ。よっしゃー、行くしょー、行くしょー、帰るしょー、行くしょー、行くしょー、帰るしょー、はい、あー大阪なる、すごい全国だもんね、韓国人です、よし最高、うん、よーしくとか、マジ政治上話すのお前は、政治の話そう、気まずいですけどね、じゃ一回ね、時間的に大丈夫です、大丈夫大丈夫、どんだけかかんの、そんなに、あれだ、あっちこっち行かないよ、歌舞伎町になる、うわすごいすごい、うわめっちゃ嬉しい、そう初回来てほしいですね、パールじゃあ、ね、じゃあジョーのちょっと政治上、政治上かも、政治上、何その卓で政治上、あっちこっち行きすぎ、言うたらね、ちょっと政治上バシッと決めよう。俺を失神させたでしょ、俺は失神させた、失神させたこともありましたね、おお、まあ、あの日のね、あの日のことか、なんかね、スカイツリースカイツリーってうるさいんだよね自分の、あ俺のことはスカイツリーだっつって超面白いから、ニコスリーだろ、ジンはニコスリー半だろ、早いの、はい、早い、変わってないニコスリー半って早い方なんだね、俺は結構早いです、あ、そうなんだ、めちゃめちゃなんかね、かっこいいよ、なんかこいつすごいね、絶対やる女を生かすっていうね、あ、もう自信満々ですかね、毎回、ね、最近いつやったとか言ってたね、最近っすか、最近は…俺は大丈夫言って半年ぐらい前かな、あららら、一応ね、もうほんとつまんない、今日つまんないですね、 NG コメント入った、 NG コメント、え、じゃあ、カエルさんは早いんですか、遅いんですか、あ、それ…それちょっとね、あ、俺、うん、ちょっともう気になるよね、そんなに須田さんなんか仕切ってなんか、違う、なんかめっちゃいいとこ取り、いいとこ取りからさ、いろいろ髪型若いの、俺言うたらね、うん、俺はね、まあ、セキララに、あの、あれ合わせられるから、おぉ、すごい、まあ言うたら、全然余裕、向こう次第ですね、うん、5分でも10分でもね、次に喋れ、それ返しは早そう、うん、返しはね、早いかもね、うん、陣はどうなの、いや俺も人間どういう性癖があるの？俺では使いすぎてなくなった。おい、バカ野郎、プレイはプレイ。そう、みんな男だからそれはね、そういうのあるから。ジーンちょっと迫りたいよね。そう、なんか前回の放送でジーンはね。キスが好きっすね。キスが好き。はいはい。ちょっと気持ち悪いんですけど、いいね、どうやってチューすんの、キスが好き、素顔見たくない、やめてやめろやめとけ、素顔見たくない、ジオリの先細りの会ですね、うるせえよお前、誰だよ、そうなの、そのなんか変わった性癖じゃないの、キス顔ちょっと見たいかな、誰かね、の誰かいる、キス顔見たいやつ、多分見たい人いないです、多分、え、ジーンでもね、前回の放送ですごいジーンね、呼んでほしいっていうやついたんだよ、あー嬉しい、シャクレ、俺だろ、俺か、俺だろお前、まあ、あ、の、のやってくれる、な、の10個いったらやろうじゃん、の、まあ、お、お、むしろもう、ね、あ、ジョーさんじゃないですか、ジョーさん、これ、あ、もう、あ、ジョーじゃん、ジョーさん、ジョー、ジョー、キス顔でーす、3、3、2、1、1、どうする、これ、そこだよ、バカじゃないのお前、お、3、3、2、1、1、好き、ジョー君好き、あ、でもかっこいいじゃん、なんかちょっと叩かないかな、いいじゃんいいじゃん、しゃくれのしゃくれ顔ってお前何にもかかってねえよお前、俺の大喜利、俺の謎かけ見てんじゃねえかよお前、うん、あ、ノー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 って、いいじゃんいいじゃん、おイケメンイケメン、まあ言ったらちょっとキス顔までね、ちょっとやってほしいかな、NG コメントね、近めでね、ちょっとね、うん、ジンのね、あ、いつかちょっとキス顔まで、あ、じゃあちょっとジンくん、ジンくん、こっちこっちか、こっち行っちゃう、あっち、こっちのカメラ出せればな、痛い痛い、俺やっぱキスとかちょっと恥ずかしいな、ああジンのね、これいいよ、笑い取んなくていい、これ真面目にね、ジンの、キス顔まで3、3、2、2、1、1、カメラあるの、さよならなんておいおいなんでペロペロしたの今、絶対キモいって出るこれ、なんでペロペロ、なんでペロペロしたの、これやってとパンパン、カエルさんちょっとやってください、このカメラで、あ、でもそれはね、最近ディープ絶対見たい人いっぱいいるんで、最近の何、いやちょっとね、言うたら、それはまた後ほどね、やろうかなみたいなね、あ、そうっすね、あ、まあ、もう最終回でやるから、ペロペロとかすごいじゃんね最後やるわ、じゃあチュー、うん、言うたら、ちょっと上げてくれたら、もうコメントとかもそうだけどね、みんな見てくれたら全然やるわ、うん、そうしましょう、すごいな、キスじゃないやんとか言われてるじゃん、すいませんでしたすいませんでした、病気、あ、超ボケてってカンペ出てるよ、超さ、今日喋んないの、あんまり超喋んないんだよね、今日言うても、あ、スナックさん、しゃべれよ、あ、ちょっと何病気って病気って、あのね、病気ありません、あのね、病気ないよ、病気ありません病気ありません、敏感なほら、そこだけ笑えるコメント拾ってばっかりだから、ね、MGM のペロペロ知ってるって方面白いじゃん、お前、うん、ちょっ
ちょっとね、なんかみんな調子悪いよ今日。調子悪い。ちょなんか質問とかお前もあれだよ。えって須田さん変に仕切って喋ってねえぞ。違う違う、変に仕切ってとかじゃなくて、ずる俺とかにいじめて。違う違う、あのね、俺ばっかりいじめて。みんなね、発言がババラ。結構俺好きかも。違う違う、もうちょっとなんか普通になんかさ、楓さんがちょっと我々にちょっと質問してください。あ、言ったら、それをちょっとボケて我々が返しましょう。あ、言ったらね。そうそうそう、質問もらってきましたら、質問もいいし、飲みましょう、とりあえず。そう、いつもこうこいつ、まあ自由だから。ええ、乾杯、キーカーパー、イキーカー。おぉ、グイ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 、よし、来い。営業前だよ。ザクもやらんかい。まあ言ったらね、いいかい、やってじゃん。営業前でも営業でも全然飲むからね。スジャクの顔が好み。スジャクさん、モテモテ。お好み。これちょっと顔アップいきます。スジャク。いいんだよ、そういうのは。いかないですか。いいんだよ、いいんだよ。もうビール今8本空いてるからね、今ね。早くね。やばい。俺結構飲んでます、勝手に。普通に飲んでんの、今。ちょっとね、まあ、テキーラの進みは遅いけど、うん、いやもうだいぶ緊張も取れてきましたから、そろそろちょっと緊張ね、ちょっと変えようかな、すいません、そろそろ番組っぽいこと変えようかな、すいません、言ったらね、スジャクって友近の元からあできるじゃん、なたぎのモノマネできる、なたぎのモノマネ、モノマネ見たい人の、ノーノーノー、めちゃめちゃね、なたぎうまい、お、来た来た来た、カメラ変わったっすよ、いや、いいじゃあ行くよ、なたぎのモノマネまで、なたぎのモノマネまで、3、2、1、いや、そうだ、いや、わかるぞ、いや、そうだ、いいじゃん、私の前に照らすよね、うん、いいじゃん、ビバリヘルスでは、これが流行ってるんだ、おー、すげえすげえ、ビバリーヒルズ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 、でもお前すごいじゃん、結構俺の、俺の夏掛けなんか Z ってみんな寝ちゃってるのよ、お前笑いすごいじゃん、似てる、小城さんの自転車、盗まれたからね、じゃあモノマネしてこ、プーさんのお腹見せてって言われてるよ、これ見せていいですかね、だって見せたらちょっとなんか、見せたらね、ちょっとやばいっすね、もう一回、クオリティ低っ、まあ賛否両論だね、言うたらね、好きな人がいれば嫌いな人がいる、それだけです、あ、そうだね、見つかったの、小児蔵のチャリンコ見つかったの、見つかったけど社長のブログで発見されて、なんか結局見つからなかったパターンじゃないの、それって、そうなんですか、確か、うん、じゃあマジ酒は相変わらずは、どうしたの、酒弱い、ジョーがなんか喋んないし飲まないし、ちょっと、ね、今日やばい、ちょっとちょっとなんかね、一発ギャグかなんかちょっと藤原達也潰しちゃったけどね、ちょっと社長が自転車隠してるとか超悪いやつ、社長じゃあちょっとやってよ、社長どうしたの、じゃあやってよ、やってよ、いいボールに振りません、ちょっとじゃあ、いや、ここで笑い取ったらそんなことない、みんな結構やってますね、そうそうそう、何もなかったら別にいいんだけど、市原隼人、ジョーイルビーぐらいまで、あー、隼人、市原隼人、俺だかお前、俺だかお前、市原隼人、じゃあ俺からのカエルさん、はい、行きましょう、行きましょう、それであんまり上手くなかった方がグイグイで、そうしよう、いくよ、3、3、2、2、1、1、おい、何がしてんだよ、はいはい、次ね、カエルさんね、ドヤ顔、超ドヤ顔、オッケーオッケー、3、3、2、2、1、1、うっせ、どっちもどっちだね、どっちもグイグイだよ、これグイグイ、グイグイ、グイグイ、グイ、よし、グイグイ、グイグイ、グイグイ、グイ、よし、まあ言うたら、はい、言うたら CM の方をちょっとやるんで、はいはい、CM 明けにちょっとスカイプで生電話したいと思うんで、みんなちょっと CM 入ります、とりあえず待ってます、はい、どうぞ、はじめまして、クラブバーグの関田敦です、はじめまして、クラブバーグの楓翔太です、クラッパールは、アットホームな感じで、売り上げない子と売り上げない子も経営者の子も、すごいバックアップしていく店だと思うので、皆さんどしどし面接来てください、特典としまして、ナイトジム見ましたという方には、初月料金無料にします、よいしょ、いいですね、あと1回焼き肉をおります、ぜひ面接来てください、場所へ当たったんで、そして負けたってことでね、ちょっと席替えしてみたよ、席替えしたよ、なんでバッと持ってんだよ、なんでバッと持ってんだよ、ジャイアンツファンか、お
西野カナ好きなの？西野カナ好きですね。西野カナいいよね。大好き。まあ、可愛いですね。西野カナ。会いたくて会いたくてガツブル。なんだこれ。うん、あるある歌って、うん、あるある。あるある歌って出さな。じゃあ好きな芸能人とか。うん、好きな芸能人。まず真面目にね。言ってこうか。自分のバットは何色ですか？ピンク。何色ですか？花色。ピンク。黒。ピンクです。黒。黒ピンクホストあるある着たい。ホストあるある、ホストあるあるいいっすね。ホストあるあるいいっすね。じゃあ行きます。もういいっすね。じゃあホストあるある行きましょうか。ホストあるある、なんだろう、ホストあるある、ホストあるあるね。あ、じゃあなんかちょっとなんかあのすぐ売れると思い、あ、気づいたら3年目みたいな。コメ拾うよ、コメ拾うよ。譲渡寺に席貸してやって。譲渡寺に席貸してやって。ホストあるあるか。ホストあるあるね、いいよね。うん、と言うたらね、なんだろう、ホストあるあるって。まあ、なんかホストやってて、うん、あ、これ分かるみたいな。あーね。うん。ホストあるあるある？量が汚い。あー、ありますね。あー、量汚いね。うん。あー、量が汚い。量が汚い。間違いない。あー、ね、量汚いね。あー。なんだろうね、ホストあるある。ホストあるあるか。ホストあるあるある？なんか。ホストあるある。新人出力は欲しかった。汚いの嫌だよね。ホストあるあるね。新人出力欲しかった、本当に嫌だね。量汚いとかやばいよね。やばいっすね。あー、それ嫌だな。なんだろうね、でも清潔感ある。ホストうちのパールはみんな綺麗好きだね。あー、いろんな女抱ける。確かに。まあ言うたらね、それはね、ほんとね、ぶっ込むけど、まあやりたかったらやれるしね。言うたらね、うん、全然いけるしね。そうっすね。でも女性の気持ちがよくわかるっていう。真面目に。何が分かんない。やっぱ普通ホストやる前と比べて、うん、見方が変わる。でも考えるよね。枕で病気がうつった。ええー。俺病気うつったことない。病気がないな俺。俺もないっすね。ないな。ないっすか。そんな俺あるん。唇カサカサだけど。ない。乾燥だね、乾燥だ。乾燥してるだけ。はいはい、上適当とか言われてるけどね。今日ちょっと上手だねこれ。ガイガイ。病気とかある？ないっすね、俺も。俺もないっすね。ないよね。なんてこれ、怖え。チク、今日いいんじゃない？みんな友達と思ったのに。今日いいんじゃないの？あれね、ぶっ込んでほしいな。そうだよね。MC だよね。みんなエンズじゃねえよ。仲間と思ったのに仲間。それはない、それはない。まあちょっと飾ってほしくないな。そうそう、カッコつけはいらないですね。ぶっちゃけでも、やる子は本当好きじゃなきゃ抱けないから。あ、検査行ったよ俺、今年の2月に行ったけど、うう、俺 OK 大丈夫だった。エイズなんていません。全然大丈夫だった。俺大丈夫だよ。行ったけどね。エイズってなかなかいなくない。でも本当いないですね。ショック枕之助、うん、客増えるよ。俺は大丈夫。お、男も見てくれるんだな。パール的綺麗好き選手権。パール的綺麗好き選手権。誰が綺麗好きかな。ああ、誰ですか、ね、意外に綺麗好きですね。俺はジーは綺麗好きだな。綺麗好き、意外に綺麗好きだな。家もすごい綺麗だよ。うん、俺10分に1回手洗うんだけど、やばくない。そうです、そうですね、カエルさんもそうですね。すごい手はめっちゃ洗う。うん、結構手とかね、ずっと洗いぐまで。いおりさんとかやっぱすごい綺麗好きだね。ああ、ちょっと唇こうやってね、尖らしてね。うん、でそうするからね。いおりさん綺麗好き。うん、そうか。俺は綺麗好きじゃないっす。声がしゃがれ声だね、言うのがね。あ、そう、喋ってないのに。本当に。え、HIV の人いたんだ。スザクは枕じゃありません。でも枕じゃないっすね。手間なんてして吹かれたらショック。吹かれるやつとかいる？え、でも手間吹くんの？その手ってどうせよ、実際。買うまで待ってるもんだ。とりあえず下ネタやばいっすね。下ネタの回だよね、言えたら。お前得意じゃん。なんでお前行かないんだよ。ちょっと、ジョーさん、ちょっとなんか。なんでお前行かないんだよ、お前。どこ行くんだよ、お前は。どこで行くの？真面目に、じゃあちょっとなんか答えましょう、なんか下ネタを拾って、ちょっとなんか質問。まあ言えたらね。はい。それは拾ってるけどね、ずっとね。綺麗好きって言ったらね、さつきさん、さつきさん綺麗好きだな。さつきさんも綺麗好き。あいつ顔だけだから。顔も綺麗だし。あいつ顔だけ、あいつ顔だけ。でも楓さんも綺麗好きっす。まあ言うたら、ちょっと、まあなるべく手、気は使うよね、やっぱりね。そうですね。やっぱみんなね、来てくれるから、やっぱりね、汚いとね。爪も切ったよ、今日。爪切ったよ。下ネタですね。下ネタ、下ネタで、すべらないよろしい。さつきさん、あ、俺いいっすか、とか言ってね。あるの？あ、あります。あ、じゃあね、言うたらね、下ネタで
ジン・シブトニのつぶらない話。あの高校の時なんですけど、高校の時あの、はい、まあ、文化祭の打ち上げで、うん、K 君の家に、うん、みんなで、まあ、あの集まって、うん、文化祭の打ち上げしてたんですよ、うん、で、まあ、それでちょっと、まあ、まあまあ酔っ払ってて、うん、でそれでなんか俺起きたら横の友達が電話してるんですよ。電話してる。でそれで電話してて、うん、なんかよく話聞いてみたら、うん、本当その人が、うん、あのテレフォンエッチしてるんですよ。でそれで俺もすごく興奮してとか今それで、うん、その人にちょっとその子紹介してって言って、うん、でなんかそれでまあ紹介してくれたんですよ。どうだったの？でそれで紹介してくれて、うん、でそれであの新宿のアルタ前で、うん、まあ、18歳ぐらいですけど、うん、待ち合わせして、うん、で会ってみたら、うん、あで会う前に電話で今アルタ前着いたよって言ったら、うん、あのあうちもいるよって言われて、うん、今どんな格好してんのって言ったら、うん、制服って言ったんですよ、うん、だからまあ制服かなと思って見たらもう制服って一人しかいないんですよ。ちょっと長くない？まあそれで ちょっと、すいません。で、その制服の人が一人いるけど、そいつも100キロぐらいあるやつなんですよ。で、それであ、こいつじゃねえだろと。喉乾いた？はい、喉乾いたね。まあそれで、最後まで聞く、最後まで、まあ、それで、まあとりあえずまあちょっと手を挙げてみたいな、ちょっとその合図を送ったら、その100キロの子が100キロの子が、あげたっけ、テレフォンセックスの相手だったみたいな。なるほどね、なるほど。ちょっとね、言うたら長かったかな。まあ長かったね。ああ、言ったらね。すいませんでした。でも今日ジン来たからね、わざと俺ね、ちょっと喋らせようと思ってね。やっぱジン前回来てくれたから、でも面白かったね、話が。いやいやいや。ちょっと長いって言われ、やっぱね、リスナーが長いって言ったから。すいません、飲みます。言うたら、言うたら長いけど。緊張してるんですよ。あ、でもちょっとそろそろね、あの、コメントもバチバチ来てるもんだからさ、うん、スカイプでちょっと生電話の方ね、ちょっとできればね。あ、やっぱ、うん、みんな雑魚寝したら先輩がクチクチと、すごいじゃん、なんかね。情長いのか、誰も喋ってないずっと酒作ってるから電話して、電話、電話情喋れっつってね、お前ちょっと受けいいんじゃない、やっぱ電話しよう、今だ、今ちょっと生電話の方ね、ちょっとね、なんかどんな感じでやるのかな、これ確かに見てみたいですね。ああもうこれなんか一応マイクあるんだけど、これってどうなんですかね、どんな感じでやればいいんですか、これもう人だけ知らないな。あ、かかってきたら、あ、じゃあどんどんみんななんかかけてくれれば僕たち話するんで、早もん勝ちだよ、本当に、うん、早もん勝ち、誰か、俺待って、俺ら待ってるから、そうそう、ちょっと誰か話す人がいればちょっと見ただけ、スカイプでちょっとやろうかな、うん、陣ついたことないとかで、だいたいなんかどこの回でもね、あるね、ありますね、誰かついたことないみたいな。いや、俺すごい人見知りなんで、俺みんなついたことあるでしょ、俺みんなつくからね、言うたらカエルさんは結構よくつく陣出る、うん、ちょっと電話ゆうき、宮田城カモン、宮田しゃべれって言われてるよ、カモンカモン、しゃべれって言われてるカモンって面白くない、嬉しい、うん、電話来て、電話カモン、あ、言えたらね、ちょっと今スカイプでね、ちょっと電話募集してるから、まあ全然しゃべれる人があればね、カンマシベだから、カエデが長くついた、あ、かかってきました、来た、電話来た、ね、すげえ、行っちゃいますか、お願いします、あ、みんなイヤホンつけて、お願いします、これは1分半ぐらいかな、リスナーにも聞こえるのかな、言えたらちょっと待って、あれあれ誰か聞こえるかな、もしもし、ジョー無駄につく、もしもし、無駄にいつもつく、スカイプインしてきました、あ、切れたの、切れました、あ、切れました、切れたらしいです、切れたらしいです誰かね、どんどん、ね、電話でくれればね、もう一回ちょっと従業員、全然いいよ、頼む番号当たらん、なんか QR コールとかね、はい、お、繋がってる、もしもし、もしもーし、もしもーし、はい、お、繋がってる、もしもし、もしもし、もしもし、あら、おー、え、俺聞こえないんだけど、女性ですね、え、俺聞こえないんだけど、こんばんは、俺ら聞こえないです、女性、こんばんは、もしもし、あ、こんばんは、こんばんは、メンタルクリニックです、わ、これ超面白いね、これ、どうもどうも、え、聞こえる、聞こえ、どうもどうも、聞こえてます、聞こえてますよね、聞こえる、じゃあね、お悩みは、え、何これ、聞こえないんだけど、あ、え、お前強すごいじゃん、早速ですが、え、誰と電話したいの、須田君でいいの、あれ聞こえないですか、リスナーの方は聞こえてんのかな、もしもし、ちょっとで、都合でね、ちょっとね、あれだけど、あ、でもみんな電話してね、はい、みんな電話してね、言うたら、もしもし、あ、繋がってます、繋がってるね、
喋ってないかな、聞こえてるよーとか言って誰にしようっつってね、俺コメ広がらね、なんかちょっと喋れっつって、なんかちょっと質問とかありますか。あのスカイプとね、あの QR コードがあれば、あ、QR コードでも携帯で電話喋れるよ。質問ですか。うん、質問。え、声かわいいで誰、え、喋、え、聞こえんのみんなに。なんかおねえ、わー、え、俺聞こえない。お、俺も聞こえないです。え、お前なんて聞こえんの。すげえもどかしいこれ。え、ちょっとこれすごい楽しい、これ何これ、聞こえてるよーっつってね、何これ、ちょっと興奮してるよ、一人で。何これ、どういうこと、ちょっと聞こえてるよーっつってね。え、お前なんで一人で、なんか、え、すげえ聞こえる、なんかやれよ、じゃあ、なんかやってあげるんすけど、え、なんか声かわいいって書いてるの、めっちゃ嬉しいです。あ、嬉しい、声かわいいって言われて嬉しいって言います。え、じゃあなんかちょっと質問お願いします。僕一応ちょっとみんなに伝えるんで。いいっすね、うん、じゃあ、じゃあちょっと誰と喋りたいかね、ちょっとどうしよう、じゃあ、超面白い。え、質問ですか。質問じゃなくてもね、最近ちょっとなんか悩んでることとかないんかい。何これ、超真面目じゃん。最近俺聞こえるしか聞こえてないからね、拾わないと。ちょっと。もうまた聞こえないの。え、逆になんか。逆に。私に聞きたいこととか。逆に私に聞きたいこと。ああ、そうでしょ。出身はどこですかね。あ、いいね。そうでしょ。そうでしょ。出身。そうでしょ。出身。俺聞こえないんだけど。出身は愛媛です。急に赤くなって。愛媛です。愛媛。愛媛。すげえ。すごい。愛媛でも見てくれんだ。お名前。あら。すごいすごい。すごいね。歌舞伎町は来ますか。もういいっすね。会場ちょっと静かに行って。あ、行かないですね。ホストとかさ、ホストは行くのかあるだろうがよ。興味あります？ホストは。まあ僕たちホストですけど、そうね、みたいなね。うん。何？三月ぐらいちょっとだけハマって、お金にちょっとだけハマって。俺の誕生日3月。そうなんだ。もうじゃあ行ってないんだな、ホスト。今行ってないです。なんか一分ぐらいしかないからね。めんどくさくなっちゃったんだ。あれだよ、ホストめんどくさくて行かなくなっちゃったらしいですよ。そのホストが悪いんじゃないかな。ぜひ、パールはそんなことないんだよ。ホストが悪いと思う。初回で来てみてください。パール行ったのって。マジですか。はい、マジっす。チェックメイト。なんでチェックメイトしたの。じゃあクラブ行く前に。そうだね、クラブ行く前にちょっとテンション上げて。お前なんか滑らない話から全然喋ってない。いたらパールの誰が好き。パールチルはね、絶対いい人絶対いるんで。この4人の中誰が好きか聞きたいな。そう、アンケート取れます。最後、この電話、この電話、この4人の中で、この4人の中で誰が一番ちょっとタイプか、誰好きなのかなってね。この4人だったら翔くん。翔くん、翔さん。よっしゃー。ゲイ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 、翔ちゃんゲイ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 。俺喋るわ。まあ間違いないね、でもね。ちょっとお願いします。ちょっと喋ってて。はい、はい、すごいな。え、でもほんと翔さん喋ってないってこと。もしもし、今回面白いって言ってるよ。おう、嬉しい。ええ、じゃあちょっとカレさん喋ってないと俺らで盛り上げましょう。桜、桜じゃない。じゃあこれね、聞こえない。桜じゃないし。集中しよう、ここに。みんな一分の方が行き過ぎ。聞こえる？はい、聞こえますよ。めっちゃ声可愛いじゃん。ですよね。やば。なんでそんなね、言うたらホストの人になんかもう飽き、なんかつまんないみたいなね、飽きちゃったのかな。そうですね。いや、なんか指名した人が超ブサイクで。え？前に指名してた人がブサイクで近くで見て泣いてやめたと思って。くどくなよ楓とかね。くどくなよ楓。え、聞こえるかな。あ、聞こえます。え、声聞こえないじゃん。もう切っちゃったのかな。まあでもぜひ来てくださいということで。え、聞こえる。そうですね、ちょっと。はい、聞こえます。もしもし。はい、ちょっと聞こえないですね。あれ？あ、聞こえた。聞こえた。聞こえます。聞こえる？私聞こえてます。まあ言うたらね、ちょっとごめん、なんか全然聞こえないんだけど。あの、すみません、スタジオ聞こえません。言うたらちょっと楓、楓じゃないけどホストパールにね、うちらみんなね仲いいし、やっぱね、すごいやっぱどん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 ね、あの来てほしいなっていうのあるしね、やっぱね。そうですね。ちょっと聞こえない。え、ちょっと時間聞きます。はい。ごめんなさい、またお電話ください。とりあえずごめんね、待ってます。うん、ちょっと時間あったら。ありがとうね、お願いします。絶対楽しいんだ、ね、絶対楽しいんだ。ありがとうね。まあ言うたらね、ちょっとね、全然聞こえない、全然イヤホンがね、ちょっとね、
日本ちょっと調子悪いみたいですね。まあ言ったらちょっと俺1ポイント獲得したんでやっぱり。そうですね。うん、言ったら。まあみんな調子悪いんで、ね。これすごいね。面白いでもこれ。違う違う、これイヤホンでしか聞こえないから。誰かどん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 みんなで、ね、電話してくれればさ、ミックス溜まってる、綿棒で掃除してるわ毎日お前。違う、本当にねスタジオ聞こえないんです。すみません本当に。毎日だから今もそうだけど電話かけてくれれば全然電話取るし、そうそう、俺たち誰かその電話してるやつはなんか米拾うから。あ、まあ、ね、こんなんでよかったらまたちょっと電話待ってます。ジョーに口説かれたいって書いてあるよ。来てください電話。はい。なんで近いのなんか。こんなんですけど。ジョーに口説かれた。つまんないよ。つまんないよってね。で、そっち聞こえてた。バカ、めちゃめちゃ面白いよお前。言えたらめちゃめちゃ面白いからな。あ、これエースが鼻毛出たら。エースが鼻毛出たらどうする。その時何言うか。俺ね。あ、いいっすねそれ。俺ちょっとね。言うよ。言うんだ。鼻毛出てるよ。うわあ。ひどい。どうも。絶対だってその方がいいじゃん。俺で止めた方がよくない？じゃあ鼻毛だとか言って。ただ俺鼻毛カッター買うわ。鼻毛カッター。俺鼻毛出てんだよねって言いながら俺が鼻毛カッターやって、あ、俺もう一本買ったんだ、これあげるよっつって。あ、いいっすね、お揃い。その方がいい。電話お願いします。電話待ってます。あ、電話ね、電話いつでも。あの、言ったらやるんで全然。あ、でもこれちょっと面白いね。そうっすね、いいですね。ちょっとね、電話してる人以外はちょっと米拾ってほしいんだけどね、やっぱね。そうっすか。言ったらスカイプからし。従業員と話せ。従業員と話せ。はっきり言う須田君もいいんだね。でもこれ同じ人じゃない？違う。スカイプなら無料だよ。ニコ電はプレミアだから。だからニコ電とスカイプちょっと全然言ってくれれば全然喋れるしね。ちょっとね、うん、次からはちゃんと聞こえるようになってると思うんで。まあ今も募集中だからどん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 電話かけてくれれば通信できるんで、うん、バックヤードでの話。バックヤードの話ね、うん、てかお前くっついてばっかりでなんか言ってあげなよ。酔っ払ってんだもん。なんでお前、うん、さっきの子の名前、なんかもしコメントかけれたらね、書いてほしいな。チーフランケン。イヤホンをスピーカーつなげなさい。チーフランケン。新しい。フランケンチン。フランケンチン。フランケンチン。従業員に羊電話、誰が出るか。大体出るんじゃ、出ないかな、さすがにね。まあ営業中ですからね。うん、言うたら。今日土曜日だしね、言うたらね。今日来てよ、みんな。うん、スピーカーつながれたらいいじゃん。あ、名前は。あ、名前はね、あやこです。あやこちゃん。あ、あざっす。めっちゃ嬉しい。あやこちゃん。超嬉しい。ちょっとあやこちゃん以外にも、ちょっとどんどん、ね、来てよ。男性のデコ、電話も面白そう。男かけてみて。あやこって名前いいよね。声かかるしね、普通に、ね。ちょっとどんどん電話。あやこちゃん。あやこいいな。あやこちゃん。すごい。まあ、俺見る目があったっつね。そうですね。まあ、いや、よかった。顔赤くない？いや、酔っ払ってます。言うたら。かわいい。飲めば酔っ払うよ。なんか一番ね。酔っ払ってこれ何？一番今喋っ、なんかちょっと滑ってるかあるやつ誰から？ちょっと聞きたいね。この中で。そう、 CM 明けでね、ちょっとね、行くんで。まあスカイプの方も CM 明けからも、まあ、どんどん募集するんで、よろしくね。CM あります。CM です。おい。シーム開けたよ。うん、シーム開けたよ。まあ言うたらね、なんかスピーカーにつなげたから、今からね、全然電話してくれれば全然聞こえるみたいだからね。聞こえるから。ジョッタンスティ。ジョッタンスティ。電話して。うん。ジョッタンスティ。あ、30代じゃないよ。いいじゃん。おお。若い。あやこもう一回言ったら。まあ言うたらね、全然回線つながれば全然喋れるから電話していいからね。まあもう多分つながるんでも。うん、全然いいよ。うん。これ面白いね、でもね。これ面白いですね、これ。電話したいな。これね、今誰が一番飲んでないかとか聞きたいよね。確かに。これいいっすね。一番つまんなくて一番飲んでないやつ。一番つまんなくて一番飲んでないやつって誰かな？言うたら。ちょっとお前、なんでお前が言うちゃう？ちょっとね、あやこちゃんでもいいから、もう一回電話して。もう言うたらね。須田くん！はい、ガイ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 
グイグイよし来い、グイグイ、グイグイ、お前、全然聞いてないじゃん、お前。どういうことってなんだよ、お前。スナック歌ってって。俺が電話する。あ、男性も全然で電話して。電話して。言うたら。来て。喋りたいですね、うん。待ってるよ。言うたらね。全然電話くれれば。男いいじゃんっすね。オールスター感謝祭の裏はきついね。まあ、あれほどね、裏がね、見えるものないからね。時間ないから急いでくれっすね。あ、いや、言うても結構時間早いんだね。ちょっとぼーっとしたでしょ、今。今ちょっと酔っ払ってた。ダメだよ。ダメだよ。ジン、ね、来たんだから、ちょっとね、どんどんね、やっぱね。ジンに迫ろうかな、じゃあ。ジン腹やばって。ジン君のね、ちょっと、なんかないのかな、なんかいろいろ。なんかいろいろ振ってほしいですね。ね、あ、そうだよね、振ってほしいのわかんないからね。やっとジン呼んだしね。4人ともガタイでかい。ああ、ガタイでかいよ、よし。肉体系だから。肉食系だし。肉食ね。楓は電話対応練習。はい、練習しまーす。おい、声が聞こえなかったんだって。声聞こえなかったんだよ。うん、言うても。お前なんかどうした？なんかちょっとさっき仕事やったみたい。もうなんか終わったから、終わったぜみたいな。そういういじりやめようよ。そういういじりやめようよ。俺の入りいいかな。ありがとう。そういういじりやめようよ。イイ、ちょ、電話待ちだから今。ビールいいですか？お前、いや、大丈夫、酔っ払ってるじゃん。飲んでるだけ。ビールいいですか？ビール入ってるだけ。それ飲んでる。ガッターン。はい、行きました。あ、電話来たって。イエーイ、来た、集中。お願いします。帰りちゃんとしてる。すいませんね、お願いします。あ、来た、電話来たって。イエーイ、集中。男性ですか？こんばんは。あ、もう一回かけました。あ、あやこちゃんだ。あ、あやこちゃん、おー、めっちゃ嬉しい。あやこちゃん嬉しいね。え、めっちゃ、こんばんは。めっちゃ頑張ってます。めっちゃ頑張ってます。笑ってない。おー、いいね。え、顔、声超いいじゃん。じゃあ、あやこちゃんは、あやこ来た、おーみたいな。あやこちゃんはいつ来てくれますか？来てくれるの？愛媛だ。営業早っ。営業早いよ。え、歌舞伎町。うん、歌舞伎町、でも今愛媛住んでないんですよね。あ、出身が愛媛でね。そう、出身が愛媛なだけ。そうでしょ。だから、いつ来てくれるの？いつ？お金ないんですよ。あ、でも、初回だよね。お金じゃないからね。初回だったら全然、ね、ビールあるから3000円ですよ。誰の客とか関係ないもんね、言うたらね。あ、行ったことないんで。パール来たことないんですか？あ、ないです。いやいやいや、もう全然ね、言うたら楽しい。今の放送でなんかあればダメ出しとかでもいいんで。あ、そうですね。ダメ出し、楽しいとかね。もうちょっとこうしてほしいみたいな、うん、楽しいとかね。私、翼さんが好きです。おぉ、いけるやつだ。翼さん、それリアルじゃん。でも、代表間違いないね。それリアルじゃん。翼さんすごいじゃん。翼さん好きなんだ。大将デレデレと。翼さんがいいんだ。いいですね。あの、なんか大人の落ち着きがいいです。あの、来週ちょっとね、翼さん呼ぶんで、ちょっと言うたら、めっちゃストロベリートークかますんで。翼さん、帰り振られた。俺振られた。うん。まあ、翼さん間違いないからね。リスナーの6割ぐらい翼さん好きですよ、きっと。そうだよね。6割すごい。俺2割、ゲスト2割かな、じゃあ。俺1割ですね。大丈夫だよ。あ、そうなんだ。あれ、通信が。あやこちゃん。やる気全然あるけどね、言うたら。まあ、翼はね、やっぱ間違いないからね、言うたら。カリスマですね。カリスマ。でも一回ね、他のキャストとも話するためにね、やっぱちょっと来てみてね、うん、ぜひ。営業必死。営業必死。なんでそんなに。普通のまともなこと言ってんすよ。うん。そう。まあ。普通にね。言うたらね、うん。スタッフ必死とか書かれてるしね。必死じゃねえし。なんかあれば、言うたら全然、あの、振られたね。振られた的なことはね。振られたいわ。あの、コメントで流れてる誰にってやつなんですか？はい、あやこちゃん誰にかな。あ、誰になんですか、うん、これやめよう、つまんない。誰にだろうね。うん、なんかさすね、絵に見えてきた。おいおい、ちょっと俺なんかね、言われてちょっとね、振られた感全開だけど。ちょっと決まりましたよ、これ。うん、何の思いや。そっか、じゃあね。あ、でもね、はいはい、あれです、ずっと彼氏いないからまだ望みありますよ。あ、そうなの。お、もうどれぐらいないのかな、言うたら。え、もうずっといないです。21年間彼氏なしっていう。21年間彼氏がいない。そうなんです。それはね、カッピカピやでっつってね。理想が高いからかな。21年間彼氏がいない、うん、あ、すごくない21年間って。これ逆にすごいな。え、21歳だっけ。21歳です。すごいじゃんこれ。すごいですね。21歳で
ハマりやすいタイプ。えーとか言って、えーって。え、真剣にね。なんでお前そんな子にさ、そんな子にさ、くどいてる。そんな子にさ、じゃあメンタルクリニックっすよ。メンタルクリニック。じゃあ、そうそう。ちょっと、21年間じゃあ彼氏がいない。じゃあそれはね、本気でね。コメント混ぜるよ。うん。本気で。何も言えないんだったら言うなや。グー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 。ありがとうね。でもすごい嬉しいよ。高校行きよ、高校。高校行こう。高校行こう。ちょっと須崎さん変にしきってるな今日。違うよ、だってみんな違うこと、なんかはね、そうね。紹介やすくしろ。まあ言えたらね、これ終わったらね、ちょっとあ、そろそろね、ちょっと時間の方もね。あ、早い。うん。ホスでもすごいね、21歳で21年間ね、うん、バージンだよね、言うたらね。確かにすごいことだよ。バージン、バージンすごいよね。そこはご想像にお任せで。ご想像にお任せそれはね、バージンではないのかな、そしたらね。あー何が起きた今、何が起きた。好きな人に告白とかするんですか。しないです。しないんだ。あー、まあ女の子だからね、言うたら、まあ、告白は男からできないんだよね。今日つまんない。翼なら対応できたかな。まあ言うたらね、俺が対応したらちょっと、なんか変な感じになっちゃうじゃん。翼さんがやっぱね、ちょっとね、それは来週はね、ちょっとそれ、まあ彩子ちゃんがちょっとね、見てくれればまたね、見てほしいな、やっぱ。最後、ショーからなんかのプレゼント、言葉のプレゼントして。あ、これしたい。あ、言うたらね。あ、電話の方じゃそろそろ。欲しいです、欲しいです、私、はい。今日仕事終わりで病んでるんで。もっと早く言ってよ。まあ言うたらまたちょっと来週にちょっと持ち越しで、はい、お願いします。ありがとう。須田さん来るしね。ちょっともっともっともっと言ってほしかったな。うん、ありがとうございます。ありがとう、あやこちゃん。ありがとう、はい、じゃあ楓さんの、うん、さっきのなんだこの何さっきの甘い一言みたいな言葉のプレゼント、言葉のプレゼントっていう一言ちょっと、まあ最後にね、それはじゃあやりますか。じゃあそうですね、まあ言うたらね。いやでもすごいね、このスカイプね。21年間いてすごいピュアだね。そう、うん、初回枕するんだろ。この中でなんか初回枕なんかできそうなやつがいる。あやこと言ったらパールとだ。初回枕じゃあ、うん、そうだ、最後にね、得点を得なきゃいけないし、うんうん、みんなエイズじゃないよ。ありますよ、うん、得点何がいいですか。やばっ、ラッソンね。うん、ラッソンちょっと癒してあげたかったんだよ。あとにも、うん、すいたらね、ラブホがお家です。ラブホがお家なの、みんな。まあ、そうですね。それ面白いんだよ、ね、うん、そういうとこ面白い、うん。社長ね、今度ね、次回ね、ちょっとね、結構ね、みんなにね、どこで癒すんだ、カエデファンだよ、うわ、めっちゃ嬉しいね、言うたらね。嬉しい、うん、全然飲むけど。得点は料金下げて、でーパール安いですね、パールは。まあ、パールでね、言うたらね、ニコ生見たよって、大将さりつまのめんくり見たよって言ったらね、言ってくれたら、まあ初回1000円で。初回1000円、これ言っちゃっていいのかな、俺ね。後で俺、もしなんか言われたら謝りますよ。1000円、かかの。でもなんとかするんで。あやこちゃん、初回1000円だよ。言って、ビール1セット。みんな来てね。で、ビール1セット。好きな人にテキーラ一杯飲ませることが、はい、はい、できますというちょっとそういうの面白くないなんかね。と言ったらね、もう全然ニコ生見たよって言ってくれればテキーラもう飲むんで、そう一杯ね。やっぱりちょっとその辺はね、やっぱみんなちょっとあんま来てないからね、ニコ生見たよみたいなのがないから、そうそうそう、結構来てほしいな。うん、ニコ生見たよって結構得点全開だからね。やっぱナンバー人と一緒だし、ちょっとね、いければね、そういうの実現したいよね。そうっすね、他来てるみたいだよ、見ただよ、他来てるみたいだ。あ、来てくれてんのかな、俺が知らないだけ。あ、30秒もう違う、1000円安かったよ。あー、どうしよう、1000円安いっしょ。30秒、30秒です。3等タック30秒、30秒言ったら30秒、うん、あ、世界イケメン増やして。あやめろよ、これやめろ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 、おい、押しつけ、押しつけ、10秒みんな、みんなね、来週もあるから、みんなやるから、翼さんも見てね。あ、得点もあるからね、みんな。とりあえず、この、こんな感じでありがとうね。ぶつかる感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだこと見つかる。何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面を。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。